はい、こんにちは、ドクリヒです、えー。今日はですね、ちょっとナンバーアイに関してのニュースウィークの特集が非常に面白かったのでご紹介したいと思います。これ、たまがまあの、アメリカに行く成田空港、成田、羽田空港で売ってたんですよね、ニュースウィークの。なんか、表紙2バージョンあってで、2週連続と思ったらなんか、ニュースウィークがね、表紙の違うバージョン出すとかって。 あるんだと思ってびっくりしましたけど、それぐらいやっぱり売れるのとしてやってたってことなのかな。この特集面白かったんで紹介したかったんですけど、ちょっと紙の雑誌なんでね、ちょっと Web だと紹介しにくいなと思っていたら、えー、ニュースウィークのウェブの方に追加の Web 記事ですね。多分この取材の時のものの、えー、組み合わせの記事だと思いますね。特集の方は ナンバーアイの、えっと、あ新曲を作った経緯とか、まあ、それこそ3人のメンバーへのインタビューとかがあって、ね、楽曲の作るときなんかこだわり具合とかすげえんだな、みたいなのがすごい出てて面白かったんですけど、その中でもインタビューされていて、コメントが取られていた、えっと、さん、コートとか稲妻とかの作曲にも関わられている方ですけども、その方にインタビューしたもののフルバージョンがウェブ記事として、 上がってますなんで、あれですね。多分ニュースウィークこの田沢さんっていう方が、えっと、この特集記事のメインを作られてるんですけど、この方は多分ナンバー b e の関係者の方、一通り全部インタビューして、で、多分この特集の冒頭の記事を作って、で、それとは別に当然一人一人めちゃめちゃ話聞いてるんで、紙面には載せきれなかったやつを Web 記事に出してるっていう感じだと思いますね。で、 この文條さんの話ちずっと面白かったんで、今回の記事では紹介してみたんですけど、まあもうタイトルにも入れましたし、冒頭にも紹介しましたけど、ローカリズムをグローバルにっていう定義がすごい面白くてですね、文條さんの定義で言うと、従来のグローバル、音楽におけるグローバルの市場の取り方っていうのは、BTS とかブランクピンクがやってたように、アメリカのスタイルでアメリカのマーケットでるっていう。まあだからアメリカのまあ洋楽的な トーンの楽曲で、楽的な MV であればまあ当然その世界にも行きやすいいよねっていうで実はその次に面白いのはローカリズムをあえて尖らした結果グローバルに行くやつなんじゃないかって話なんですよね。で、そうやって言われてみると確かに僕も最初、ゴートを見た時に、もういきなりラップ曲で、ガチアメリカの MV っぽい感じで作られてた。まあ、ちょっとインドっぽい要素もありましたけど、ああ、なるほどねってもうこうもう思いっきりこの、 どちらかというとハリウッドスタイルというかアメリカスタイルでナンバーアイは世界取りに行くんだなと思ったんですけど実は違いましたよね。ボンで完全にやられたんですけどびっくりしましたよね、ボンの MV。そのなんか紙芝居とか昭和のおじさんのコントですかみたいなね、このボンボンボンの紙芝居。 まあ記事の中でもありましたが、たらいが落ちてくるとか、いきなり盆栽ですからね、なんつっても、そのゴートにおいては、もうそのねゴートっていうこと自体がアメリカのスラングで、まあ、最高的なあれなんで、もうアメリカのそのど真ん中取りに行ったんだなと思いきや、盆でいきなり思いっきりガチ昭和の日本に持っていくっていう。 で、あの、文條さんが書いていて、なるほどなと思ったのは、その、まあ、今、ボーイズグループ、日本では戦国時代で、当然、あの、いろんなグループがグローバルを目指していて、いろんなアプローチがあるんだけれども、ボーイズグループ戦国時代の中で、彼らしかやってないことが一つあって、それはお笑いなんですよ、とおっしゃるんですよね。多分、今、お笑いのエッセンスがあるグループと他にないと。本のミュージックビデオでコントのようにたらいが落ちてくる場面がありますが、お笑いという日本の文化的要素を表現できるのはナンバーアイしかいないと。 当然、あの、ナンバーイはあの芸人を目指してるわけではないって、ポイントはやっぱその、かっこいいんだけれども、お笑いの要素を交えることができるっていうところだと思いますね。やっぱり、普通にアメリカを狙おうと思って、やっぱね、笑いの要素を入れるのって、ちょっと怖くなる面あると思うんですよね。それをあえて入れてるのがナンバーイだって言われると、それは確かになるほどなって思いました。最新曲の稲妻も今、 すごい勢いでね、あのまあ、総合チャートも1位取ってますし、再生数もすごい勢いで伸びてますけど、今回もテーマは日本ではなくて中国なのかな。まあ、どちらかという,とこうチャイナカンフー系の MV の作りになってますけど、まあ、これもスト2インスパイアな部分がすごいありますし、まあ、なんつってもね、この、まあ、アイドルというかボーイズグループのメンバーがこの 掃除の格好とか普通しないよねとかつい思っちゃうんですけどそういうのも含めてこの MV 作ってくるあたりとかがなんかちょっとやっぱ独特ですよねだからやっぱり名前のメンバーって、まあ、実はもう地上波のもうバラエティ番組から何からもうある意味制覇したメンバーで日本のその芸人のお笑いさんであるとかお笑いの文化とか分かっているメンバーだからこそその ピュアにかっこよさだけを突き詰めるのではない方のアプローチも取れるっていうのが、まあ、ナンバーアイしか取れないアプローチって言われると、まあ、これはなるほどなと思いました。<laughs> 当然それがいい面もあれば、そのあのネガティブに出る面もあると思うんですけど、でもこれが、ね、ナンバーアイらしさとしてこう磨かれていくと、まあ、ますます唯一無二の特徴があるっていう感じには確かになりますよね。だから僕あのスマップ世代なんでやっぱりスマップがその、 何でし,ょうで,モリモリでしたっけ夢でもりもりでしたっけそのバ,バラエティ番組とかやりだしたときにアイドルがバラエティやるのかよっていうのはすごい衝撃が走り、まあ、その結果ファンになっていく人が増えたんですけど当時ねやっぱり吉本の芸人さんがそのアイドルに芸人の真似されたらもう勝てないみたいなそのビジュアルで勝てない,いなそのに笑いまで来ないでくれみたいな言ってるのがすごい印象的でしたけどそれをセットでその 日本から世界に持っていくのを何倍がやるっていうのは確かに、これは文条さんならではの視点だなと思ったんで、ちょっとすごい印象的でしたね。これね、本当その、まあ、当然この、いろんなアプローチはあると思うので、まあ、特にあの、何倍の今面白いのはあれですよね。なんか アルバムの曲もあのメンバーがそれぞれプロデュースしてるのをちゃんとそのタイトルのところに横に並べてみたいなのをされてるのがすごい印象的なんですけどあの方式になれば実はその少なくとも3種類のバリエーションが出てくるしその当然この3つを掛け合わせた時のカラーっていうのもいろんな尖らせながらやっていく選択肢があるっていう話だと思うんで青い、うんまあ、がこのど真ん中に来るのかあくまでその副自的要素になるのかわかんないですけど ちょっとナンバーイらしさっていうのはこの後どういうふうになってくるのかっていうのはちょっと改めて門上さんの話を聞いて興味深く感じたのでご紹介です。こちらの多分ニュースリークもまだ多分手に入ると思いますので興味ある方はぜひ買って読んでいただくと結構ね、あ、ここまで本気でやってんだなっていうのはちょっと僕も読んで感動しましたんで、えー、ぜひご覧になってください。 ということで、えー、こちらのチャンネルでは日本人のエンタメをひかに応援したいと思っていますので、えー、他にもこんな話してますよって方がおられましたら、ぜひコメントや DM で教えていただけると幸いです。おはようございます。